車で行こうです。今日のオープニングトークは、はい、藤友。はい、じゃん。なんと車で行こう初のコンピレーションアルバムスロードライブコレクションが8月25日発売になります。ちょっとこれ内側こうやって開けてみますと、なんとワイヤースポークのホイールのデザインになっていて、これ CD がこのデザインだってこだわったね、スタッフも。まあね、あの曲なんかもね、僕がもちろん藤友もそうなんだけれども、番組スタッフ全員で大人がゆったり楽しめるスローなドライブにぴったりな曲をチョイスしました。70年代の名曲から最新のナンバーまで全14曲が収録されています。五郎さんはどれが気になりますか？やっぱり僕はね、80年代の曲だよね。 Tears for Fears とか、まあ、そこら辺を聴きながらドライブするなんて最高に気持ちいいよね。じゃあこちらは8月25日発売になります。お近くの CD ショップでチェックをしてみてください。そして待ちきれない方は TBK ショップでも予約を受けたまわっております。まあ、先行予約、まあ、確認ももちろんですが、これぜひ購入いただいて、大切な方とぜひドライブに出かけてみてください。やっぱりね、僕なんかがね、若い頃は本当にいろんなこれだっていう曲を集めてね、自分でオリジナルのテープなんか作ったからね、そんなのちょっと思い出す CD だよね。はい、それで参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。五郎岡崎、今日もこう富士島エンジン for the life。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回紹介するのはボルボ XC60T5SE です。まあ、この車 SUV なんですけれども、従来からあったボルボの SUV XC90 が3列シートなのに対して、こちら2列シート、その分非常にスポーティー、そしてモダンな車に仕上がっていますね。 XC60 待望の追加グレード T5 は、まあ、現行の T6 よりもなんと100万円も安いお値段ということで、これはかなりお買い得感満点ですよね。いやいや、本当にね、これは相当お買い得だと思うんで、しかも100万円安くなったからって一切手を抜いていない。特にね、安全装備なんか本当に従来のままっていう感じなんだけれども、まずエンジンなんですけれども、T6 に比べて、排気量を下げて新世代の2リッターのターボとしています。最高出力が203馬力、そして、まあ、DCT を組み合わせることによって燃費にもかなり配慮していて、1015モードが 10.2キロ、まあ、このクラス、このサイズの SUV としてはかなりいい値になってるんじゃないかなと思います。そしてシティセーフティーだよね、はい、これはボルボの、まあ、お得意とする安全装備なんですけれども、これをこの T5 でも標準装備しています。加えて、まあね、インテリアなんかも結構よくできてるよね。いや、本当にそうなんですよね。まあ、SUV ながらラグジュアリーなムードがとってもおしゃれな車に仕上がってますもんね。はい、まあね、今回乗った T5 は唯一レザーのインテリアだけがオプションになっているんですけども、その他ほとんどその上級モデルと同じということで、それで100万円安い、じゃあ果たして走りはどんなんだったのかということで、乗ってきました、ボルボ XC60T5SE、 その実力はどうだったんでしょうか。 VTR ご覧ください。Engine for the life。 今日はボルボの XC60T5 に乗っています。まあ、この T5 というのは追加されたバージョンなんですけれども、従来の6気筒モデルに加えて今回4気筒の直噴ターボ、それが加わったわけです。で、価格的にも500万を切ってきた。で、プラスこの車エンジンは直噴で
パワーシフトという DCT を組み合わせているので、まあ、燃費にも配慮した、そういったキャラクターを持っています。今ワインディングロードを走っていて思うのは、やはりこのもともと XC60 が持っているスポーティーさですね、まあ、SUV というと大きくて重くて重心が高くてという車なんですが、やはり最近の傾向としては非常にこういったワインディングロードも、キビキビと走る車が増えてきてます。この XC60 も例外ではなくて非常に、身のこなしが軽快ですよね。今回エンジンが6気筒から4気筒に置き換わったことでフロントノーズが軽くなってるんですね。で、軽くなったことによってやはりそのハンドリングにも影響が出ています。具体的に言うと、このコーナーでステアリングを切り込んでいくとき、スーッと切り込んでいくとき、この最初のノーズの動きが6気筒モデルよりも明らかにこれは軽快になってますね。本当にためらいもなく、で重量感を感じることなくスーッと入っていく、これは、まあそうですね、SUV とかセダン的とかっていうよりもむしろちょっとしたスポーティーカーのような感覚で運転できますね。インテリアなんですが、この XC60 のインテリアで特徴的なのはやはりこのフリーフローティングセンタースタックと言われる後ろが空いてるんですね、この造形です。で、今これオプションなんですけれども、ウッドのパネルが貼ってあるんですが、このウッドのパネルがとてもいい感じですね、もう触ると木目がしっかりと出ていて、しかもちょっとこう白木のような感じで、かなりこう北欧チックなデザイン意識したものなんですが、これは他にはなかなかないものなんで、本当にこう魅力的だと思います。まあ、2リッターの直噴ターボエンジンと6速の DCT の組み合わせなんですが、すごくこの高速道路でも楽ですね。低速からトルクがあるんで、まあ、エンジンの回転数が低く抑えられている。乗っていて、まあ、高速道路で相変わらずボルボらしいなと思うのが直進安定性です。この、車 T5 に関しては駆動方式が4輪駆動ではなく FF になっているんですね。まあでも FF になったからといって直進性が、低下するといったことは全くなくて、相変わらずものすごく直進安定性高いですし、この XC60 の T5 価格500万切ってきました。で、まあ、FF ということに対して SUV なのにっていう、まあ感想を持つ方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、例えば雪国に住んでいるとか、年に何回もスキーに行くとか、そういったことでもなければ、僕はその SUV だから四駆じゃなきゃいけないっていうことは必ずしもないと思っていて、ある意味その分軽く作れる、値段も安くできる、で燃費もいいと、そういった部分をむしろ、評価してもいいんじゃないかと、ですからそういう意味で今回のこの XC60T5、 新しく出たこのグレード、価格性能を含めてすごくバランスのいい、かっこいい現代的な SUV に仕上がっていると思いましたね。まあ、こんだけの大きい車に2リッターエンジンでどうなんだろうって思う方もいらっしゃるかもしれないんだけれども、今のターボエンジンってすごくよくできてるじゃない。だから今回2リッターにターボをつけて、トルクがだいたい自然吸気の3リッター並みのを出してる。かといってターボラグとかあるわけじゃないから乗りやすいよね。本当にワインディング軽快に走ってくれましたよね、うん。で、ともちゃん、女性目線でいくとこの車どうでした？はい、まあ、この車パワーシフトと呼ばれる6速のデュアルクラッチトランスミッション搭載されているんですけど、うん、まあ、そういった車って低速域でつながりがギクシャクしたりする車たまにあるんですが、うん、いやもう本当オートマチック並みに滑らかにつながってくれて、うん、とても快適でしたよね。そうだね。だからボルボのこの種のシステムっていうのは本当にその DCT なんだけどスパンスパンってつながるんじゃなくて、もうちょっと優しくつなげてあげようっていうの、他のモデルにも共通してるけど、これボルボらしい部分だよね。本当にそうですね、うん。あとはやっぱりシートがいいね。いや、あの座り心地どうしたらあんな車できるんですか ね、うん。まあ、ね、これはね本当にちょっとこう秘伝のレシピがあるとしか思えないようなシートになってるなと思いますね。はい、続いてはボルボカーズジャパンの方に
FC60T5SE についてたっぷり伺ってきました。 CM の後すぐです。この T5 の特徴は何といっても新しいパワートレーンだと思うんですが、はい、待望の新エンジンと言えます、うん、はい、特徴はどんなところにありますか。特徴はですね、やはりその高効率ということで、うん、まあ、特に今回のターボシステム、新しい新開発したものを使っておりまして、うん、まあ、マニホールドをこうステンレス鋼板で作っておりまして、はい、これをターボと一体化するという、うん、従来こうなかった全く新しい形態を取ってます、うん、でこれは世界で初めてのやり方で、小型高性能ということと、はい、それからあの、まあ、低排出ガスローエミッション、うん、ということに非常に大きな効果がございます。で、あとトランスミッションなんですけれども、まあ、DCT、ボルボはパワーシフトと呼んでますけれども、はい、これもやはり燃費、走行性能両方高めるという意図があるわけですね。はい、燃費がですね、10、15モードで 10.2 キロ、リッター 10.2 キロということで、うんうん、まあ、従来の T6AWD が 7.8 キロだったことを考えると、まあ飛躍的な向上ということは言えると思います、うんうん、あの上級グレードの T6 と比べて、この T5 は大体まあ100万円ぐらい約安いわけなんですけれども、はい、僕見た感じ、それから乗り込んだ感じで内装外装あまり違いを感じられなかったんですが、そうですね、何か違う部分ってのありますか。違う部分といえばですね、サイズは一緒なんですが、はい、アルミホイール18インチのアルミホイール標準装備なんですが、うん、これのデザインが異なるデザインを採用しています。あ、でも逆に言うとその程度ということですね。そうですね、まあ、よくあの下のグレードだとちょっといろいろとあの省いちゃうようなことも多いかと思うんですけれども、それはあえてやらなかったという、ではほとんど差異がないと言えると思います、うんうん。このインテリアに関してボルボってなんか独自の基準みたいなものをお持ちのようですね。これはですね、まあ、この車からでなくても昔からなんですが、うん、エコテックスタンダードというですね、インテリア その非アレルギー認定の国際基準というのがありまして、うん、まあ、これにまあ遵守した、まあインテリア作りをしているというのが、うん、ございます、うん。XC60 はシティセーフティーという、はい、あの衝突を防止するシステムを標準装備にした初めての車っていうことですけれども、はい、そうですね、はい、今回この T5 にもそれはついてるんですか。もちろんでございます、うん、この T5 にしましてもこのシティセーフティーですね、こちらにセンサーございますが、あ、はいはい、標準で装備しております、うん、時速30キロ以下の市街地走行を想定した、万全システムでして、うん、前の車との相対速度がですね、15キロ以下の場合ですと、まあ衝突を回避すると、うん、それから、それ以上の範囲のケースですと、まあその衝突エネルギーを大幅に軽減すると、うん、自動ブレーキが効いて、大幅に軽減するといった、うん、システムでございます、うん。ボルボって結構変わりつつあるなと。今までは割とその穏やかにゆったりと快適にという方向だったと思うんですけれども、はい、結構スポーティーになってきましたよね。そうですね、うん、これはまあ、走りの部分、ハンドリング、それからデザインにしましてもよりですね、こうダイナミックでこうスポーティーな方向に、まあ、変化しつつあるということは言えると思います、うんうん。まあ、ボルボでもこの60シリーズというのは次世代の新世代のボルボというふうに位置づけておりまして、うん、昔からのボルボの良さ、セーフティーとかこう真面目な部分、うん、これは損なわずにですね、さらにプラスアルファの魅力を備えた車ということで、うん、まあ、この XC60 はその新世代ボルボ第1弾の商品だったということが言えると思います、うん。あと今回ちょっとすごいなと思ったんですけれども、新しいその保証のシステムですか、うん、それがボルボさんが用意してきた内容を見るとこれかなり画期的なものだと思うんですけれども、サービスパスポートという無料メンテナンスシステム、これを5年間、うん、それからロードサイドアシスタンスサービス、こちらも5年間、うん、そして、一般保証ですね、これは、3年間ということで、さらに今回新たに、最長でプラス2年間の延長保証を、まあ、有償で、ご用意するというシステムを今回開発いたしました、うん。ケアバイボルボというふうにこの考え方を呼んでまして、うん、まあ、安心して、まあ、ボルボライフを楽しんでいただくためのシステムと
ということが言えると思います、うんうん、なるほど、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではボルボ XC60T5SE の評価にいきたいと思います。僕の評価こうなりました。丸はコストパフォーマンスですね、499万9000円ですか、まあ、500万円これに今回乗ったのはレザーパッケージで25万円のオプションついてるんですね。でそうするとシートが本革になってでウッドパネルもつくんですけれども、それさえ払っておくともう T6 とほとんど遜色のない、ものが手に入る。そして走りこれも必要にして十分プラスアルファのものがあるということで、この内容でこの価格相当コストパフォーマンスは高いなと思います。でバツナビの操作性です、これあのボルボとしては本当にこれあのナビが綺麗に画面が、ダッシュボードに収まったのはすごくいいんですけれども、ただこれタッチパネルじゃなくて手元 の, このリモコンで操作をしなければいけない。そのあたりがちょっとその他社例えばメルセデス BM アウディあたりは独自 の, その操作デバイススイッチをつけてやっている、それに対してまだもう一歩及んでないかなというところでバツはこれにしました、はい、なるほど、はい、私はマルナポイント、これは18インチアルミホイールやシティセーフティが標準装備になっているというところですね。やっぱりこの T6 という上級グレードと比較しても本当装備に遜色のない雰囲気がありますし、まあ、特にこのシティセーフティをはじめとした安全装備を標準化するあたりが本当にボルボらしい設定だなというふうに思いました。まあ、ゆったりカジュアルに乗りたい方におすすめだと思います。そしてバッテン、これは私もやっぱりナビでしたね、うん、まあ、タッチパネルじゃないっていうふうに書いたんですが、まあ、このあたりの操作性がよりやりやすくなってくると、まあ、他の他社さんから乗り換えた時にすごく扱いやすいんじゃないかなというふうに思いました、うん、まあ、でも今回は2人ともこのようにほとんど同じことを言ってる感じだね。そうなんですよね、はい、というわけで評価このようになりました。続いて CM の後は藤友愛です。藤友愛のコーナーです。さて今回のお題はこちら、美しくあでやかに東京コンクールデレガンスです。先日東京お台場の潮風公園でクラシックカーの美しさを競うイベント、東京コンクールデレガンスが行われました。絢爛豪華なクラシックカーの世界を堪能してみてください。ずらりと並んだ47台のクラシックカー、年代や国は様々ですが、どの車も美しく磨き込まれ古さを全く感じさせません。東京コンクールデレガンスはクラシックカーのオリジナリティ、コンディション、そして貴重さを審査員と来場者が投票で決めるイベントです。それだけに美しさや格好良さへのこだわりは半端ではありません。そんな車たちの中から藤友的に気になるモデルを年代順にチェックしてみました。まずはフランスのブカッティ、1930年代にレースで大活躍したモデルです、まあ、ブガッティというのは名門中の名門なわけだけれども、これレースで相当活躍した車なんだけど、それだけじゃなくて本当に綺麗な車だよね。いや本当美しいですよね、うん、スポークも4本で面白い、うん、この車は後ろから見てみてください。アメリカのオーバーンという高級車メーカーのモデルです。1930年代にして後のアメ車のエッセンスがたっぷり入っています。まあ、昔は、ね、アメリカにもいっぱい今よりも、ね、ブランドがあったんだけれども、それにしてもアメリカ車の持つ華やかさっていうのが当時からもうこういう車出てたんだね。ボートテールみたいのが面白いですよね。そして戦後の車からはランチアアウレリアです。この車本当にいっぱいファンがいるんだけれども、ちょっとね現代のランチャーに通ずるものがある、で V6 の、ね、トランスアクセルボディピニファリーナっていうね、本当にこだわりの一台だよね。いや夢のようですね、うん、そして最後はフェラーリです。60年代のモデルはすごく丸い車だったんですね。まあ、フェラーリっていうとそのミッドシップ の, そのスーパーカーってイメージあるんだけども、でも結構こういう GT カー的なものも作ってた。でもエンジンは V12 だからね、さすがフェラーリ。
さて会場には来年に日本導入予定のアルファロメオジュリエッタも展示され、こちらも注目を集めていました、うん、古い車だけじゃなくて新しい車も出てるということなんだけれども、このジュリエッタ本当かっこいいね。すごく大人に似合う雰囲気ありませんか、うん、だから来年には日本に入ってくるってんで、その楽しみだよね。まあ、こんなわけで車の美術的な価値を改めて教えてくれるイベントとなりました、うんうん、まあ、最近ね、車っていうとどうしてもその広いとか使いやすいとか燃費がいいとかそういう方向ばっかりに行きがちじゃない。でもこのコンクールデレガンスって車の趣味性みたいなものを本当に集めたものだから、こういうものを毎年毎年ずっとやってって広げていくことが、もしかしたら車っていうのは実用性だけじゃなくて趣味的なものなんだよっていうのをこう日本にもね広げていくいいきっかけになるのかもしれないね。そうですよね、うん、ちなみに今回最優秀賞を獲得したのは、まあ、フランスの1930年代のレーシングカーだったそうです。まあ、どんなドライブフィールなのか気になりますよね。以上、藤友愛でした。ここで番組からのプレゼントです。自動車専門誌のオートカージャパン、カー&ドライバー、カートップ、カミオン、Kカースペシャル、ザ・マイ・カードライバー、ニューモデルマガジン X、 モーターファン別冊、ルボラン、以上10種の中からご希望の本を抽選で100名様に無料でお送りします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。はい、今回ボルボ XC60T5SE 取り上げたわけなんですけれども、ともちゃん、ボルボっていうと大体どんなイメージを持っている？はい、まあ、ちょっと前まではなんかこう四角かったり、うん、あと保守的なイメージが結構強かったんですよね、うんうん、そうだよね。だから四角いステーションワゴンでも あんまり派手じゃないんだけど安全なんだよねって、そういうイメージで捉えられてたし、実際ボルボってそういうイメージのブランドだったんだけれども、やっぱりそのどん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 変わってきて、この XC60 っていうのはその変わったボルボっていうのを本当にはっきり示すモデルだと思うんだよね。いや、本当そうですよね、うん、特にデザイン、そうすごく躍動感があったし、うん、シャープだったじゃないですか、うん、で実際にこの車すごく去年売れたっていうお話をしてたんですけど、なんか全世界でいくとボルボの中で一番売れたんだってね。なんかすごいことですよね、うん、このデザインがちゃんと受け入れられたんだなと思って、うん、ちょっと嬉しくなりました、ね。でまあ、この XC60 をデザインしたデザイナーはすごく面白いこと言っていて、もう本当に真面目で勤勉で控えめなスウェーデン人をそのイメージしてアピールしても、もうこれだけライバルが多いと誰も振り向いてくれないんだよと。だからもっともっとアピールの強い車を作りたかったんだって言ってるんだね。確かにこの XC60 は昔のボルボが持っていた質実剛健でシンプルで四角い、ちょっと地味なでもその性格のいい人が乗ってるんだよねっていうような、なんかその昔ながらのボルボイメージっていうのは相当払拭してるよね。いや本当ですよね、うん、まあ、今回のこの100万円安い499万円っていう数字、うん、かなりインパクトありましたよね。そうそうそう、だからまあそういう意味では昔のいい人が乗っていたボルボっていうのに加えて、まあ、イケイケ的なね人が乗ってもこれは似合うんだろうし、まあでもそんな中ででもボルボらしいそのちょっと真面目っぽい部分とか安全へのこだわりとか長距離乗った時の疲れにくさっていうのはしっかりと残している、まあそのミックスした部分っていうのが、まあ要するに XC60 のいいとこなのかなって感じがするよね。そういう意味では選択肢が増えたことちょっと嬉しく思いますよね。そうそう、だからともちゃん言うようにね、コストパフォーマンスも高いし、これはもうね本当に僕も気に入った一台です。次回はプジョー RCZ をお答えです。楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。